フォルスラコスカは肉食性の巨大な飛べない鳥の尖が恐れ鳥類として知られている。6200万年前から180万年前にかけて南アメリカ大陸に生息し当時の頂点捕食者の中では最大の生物だった。最も禁煙とされる現代の鳥類は背丈80センチメートルであるがフォルスラコスカの背丈は1から3メートルであった。 最大の種は、北にニスワレリで、アメリカが州国テキサス州及び、フロリダ州から化石が出土している。これにより、フォルスラコスカは、パナマ地境の形成に伴って、アメリカ大陸間大交差の最中に唯一来た、アメリカ大陸へ進出した南アメリカ大陸の捕食動物であることになる。交差の主要な動きは、約260万年前に始まり、キタニスは、 初期にあたる500万年前に移動していた。かつてティタニスは人が北アメリカ大陸に到達する頃に絶滅したと信じられていたが、ティタニスの化石からは180万年前以降にティタニスが生存していた証拠はなく、人の到来よりもはるか以前に絶滅を迎えていた。ただし、9万6千年前のプシロプテルスや1万7千年前のミドウテ動シュが、 ウルグアイで発見されており、フォルスラコスカが更新予行期というごく最近まで生存していた可能性が示唆されているが、これに関しては議論が続いている。フォルスラコスカはアフリカ大陸に分布していた可能性もある。本当にフォルスラコスカであるかは疑問であるが、ラボカタビスがアルジェリアで発見されている。ヨーロッパでもフォルスラコスカの可能性がある。 エレウテウオルニスが発見され、フォルスラコスカが赤神聖に地理的に広く分布したことが示唆されている。四神魚から中神魚にかけてはバトルニスカの鳥類が北アメリカ大陸で同様の生態的地位を占めており、パラクラックスはティタニスワレリと同等の体育であった。顎や右甲骨の形態に基づいてバトルニスカを フォルスラコスカの姉妹群とする分析もあるが、個別に日常性の肉食鳥類に進化したという見解もあり、両者の関連性について議論がなされている。フォルスラコスカの首は3つの部位に分けることが可能である。フォルスラコスカの首の高い部位では分岐した神経棘を持ち、その下の部位ではさらに高い神経棘を持つ。これは、フォルスラコスカが柔軟で発達した首を持ち、 重い頭部を支えることや、驚異的な速度と力で打撃することが可能だった、ことを示している。フォルスラコスカの首の外見は、長くないが、柔軟な骨格構造ゆえ予想される、長さよりも長く、首を伸ばすことができ、頭部の重量を生かして、容易に攻撃が可能だった。最大限まで首を伸ばして下方へ攻撃すると、卓越した首の筋肉と重い頭部により獲物に、 深刻なダメージを与えるのに十分な勢いと力が発揮された。2006年にパタゴニアで発見された1500万年前にあたる中心魚ランギアンに生息したケレンケンギレルモイはこれまでに発見された中で最大の頭骨を持つ鳥類であり、ほぼ完全な頭骨が7 1トルと記録されている。くちばしは約4 6トルに達し、 針状のカーブを描いて、ワシのくちばしに類似している。フォルスラコスカに分類された大半の種はこれよりも、小型で背丈60-90センチメートルであるが、背丈3メートルに達するものも発見されている。巨大な恐れ鳥類は俊敏に走ることができ、実測48キロメートルに達したと科学者は仮説を立てている。フォルスラコスカの生息環境の調査では、 ボルヒエナカやティラコスミルスカといった肉食性有体類と激しい生存競争を繰り広げて優位に立ち攻撃的な性質により彼らの生息地を部屋から森林へ退けた可能性があると示唆されている大半のフォルスラコスカの鳥類は素早く走ることができすべての種が巨大で鋭いくちばし強靭な首鋭利なカギ爪を有していたしかし このような特徴を持っていながら、フォルスラコスカは最小限の労力で容易に食事を終えられる、ウサギ程度の比較的小さな動物を常食としていたとする説がある。これは、くちばしの比率ゆえに獲物を噛み殺すほどの力を発揮できなかったためであるが、スミロドンやホホジロウザメ及びアロサウルスといった数多くの捕食者は、攻防力が弱く、頭蓋骨も、 速報の力に弱い構造であるが、顎の筋肉の減少により口を大きく開けられるほか、鋭いエッジや体や首の推進力を活かして、大型動物を襲っているため、議論の余地がある。巨大で横方向に平らな頭骨や鋭く尖ったくちばし、強靭な首の筋肉といった特徴をフォルスラコスカは共有しており、大型動物に特化した捕食動物であることもあり得る。 くちばしの骨は強く癒着していて、前方から後方への力に対して弾力があり、獲物を左右に振り回すよりもつっつくことで、大きな被害を獲物に与えたことが予想される。一般的に、恐れ鳥類は蹴りによって、獲物を打撃するように足を用い、獲物を押さえつけてつっついて、殺すために巨大なくちばしを用いたと考えられている。大型の獲物も、蹴りとつっつきで、あるいは、 くちばしを葉のように用いて、主要臓器への打撃、斬撃で攻撃された可能性がある。アンダルガロルニスのような一部のホルスラコスカは、直線では素早く走行できるが急な旋回に弱い、ことが示されており、これは、ホルスラコスカが小型の獲物を狙う機敏な捕食者で、あったという考えに反する。すべてのホルスラコスカの鳥類が、肉食性と考えられている。 口しの先端は大きく、下へカーブしており、獲物から肉を剥ぎ取っていたことを示唆している。現に、同様の形質を持つ、原生鳥類の多くは肉食性である。CT スキャンを用いた分析では、獲物を左右に振ることはできなかったが、下方向へ強大な力を働かせたことが明らかになった。新大三期中心魚から先進魚の間に、南アメリカ大陸で、 ホルスラコスカの個体数は増加し、この時期にサバンナの環境で多様な種が捕食者として繁栄したことが示唆されている。270万年前にパナマチ鏡が出現すると、イヌクマネコなど食肉目の哺乳類が南アメリカ大陸へト来可能となり、競争が激化した。なお、アライグマカは730万年前に先に南アメリカ大陸へ進出していた。 この頃にはすでに、ティラコスミルスをはじめとする大型の肉食性、有体類が絶滅しており、食肉目との唯一の競争相手になった、フォルスラコスカが絶滅に追いやられたと説明されることが多い。しかし、南アメリカ大陸における、捕食動物の系統の競争排除については、複数の研究者が疑問を呈している。絶滅の時期が、犬化動物や、 ケンシュトラといった大型捕食者の到達と関連せず、南アメリカ大陸土着の捕食者が絶滅したのは、有体万類の捕食動物が進出する前である。フォルスラコスカと似た生態で禁煙性も考えられているバトルニスカは、新生代の一時期の間北アメリカ大陸全域に分布し、2000万年前にあたる中心位を前期に絶滅するまで、 ニムラブスカといった大型の食肉目の動物と共存していた。フォルスラコスカのキタニスは交差の最中に北アメリカ大陸の一部に分布を拡大し、180万年前に絶滅を迎えるまでゼノスミルスといった大型の猫科動物や犬科動物と数百万年にわたって共存していた。更新予の大型動物賞を代表するフォルスラコスカは、 狩猟といった人間の活動や生息環境の変化により絶滅したことが示唆されているが最後のフォルスラコスカが人類到達の100万年以上前に絶滅していることがティタニスの標本からわかっているためこの考えは現在有効ではない。しかしながら後期更新予にあたる南アメリカ大陸で発見された化石は 比較的小型であるプシロプテルスが9万6000年プラスマイナス6300年前まで存在していたことを示唆している。また、更新予の末である約1万8000年前の未動停止も報告されている。これらが認められた場合、フォルスラコスカの生存期間は大きく拡大することとなる。また2020年には中米メキシコで 約3万2000年から2万5000年前の人類による石器が報告されており、最後のフォルスラコスカと初期の原生人類が共存していた可能性は高まってきていると言える。アンダルガロルニスのホロタイプ標本 P14357 の CT スキャン。フィールド自然史博物館所蔵かつてフォルスラコスカは物的証拠を書いたものの厚い口ばし丸い眼科。 アーチ型の頭蓋を持つと考えられていた。しかし新たな化石がアルゼンチンのコルモロで発見され、上から見ると頭骨は三角形で、くちばしは頭部の半分以上の長さを占めた上で、フック状に湾曲し、胴体の比率はコンパクトであることが判明した。外尾コと前眼下窓は三角形よりもむしろ四角形に近い。これらの特徴により、 頭骨の外見は三角形よりも長方形に近い。また、化石の構造から、フォルスラコスカは、従来考えられていたよりも俊敏だったことが示唆、されている。小型の足の頭骨も発見されており、くちばしの内部構造が薄い針軟骨の壁に覆われた空洞であることが判明した。また、頭蓋骨の動きの進化に関連する重要な要素であるゾーナフレックスリアポラティナと、 ゾーナフレックソリアアーカスジャゴリーズを書いており、比較解剖学、機能的形態学、系統発生学の研究に有効である骨学的、相当性を確立できる。フォルスラコス科の語源は、模式属であるフォルスラコスである。フロレンティーノ・アメギノが1887年に、初めて記載した時、フォルスラコスの語源は明示されなかった。現在では、つという意味のギリシャ語の単語、 フォロスと、死は、傷、裂け目を意味する、ロッコスを繋げたものであると考えられている。研究者は、フォルスラコスカを、原生のノガンモドキカやヘビクイワシカと比較したが、体重の差が著しいため、原生のトガをカとに頼ることはできない。アルバーンガと、ホフリングによる2003年の改正に従うと、フォルスラコスカには5赤14属18種が属する。 これらの種は適応放散の結果出現したものである。アルバーンガとホフリングはヨーロッパから発見されたアメギノルニスカをフォルスラコスカの中に含めていないが、これはより基盤的なノガンモドキ目であると分かったためである。従来はツルモクと考えられていたが、形態学的研究及びノガンモドキ化に基づく遺伝学的研究からノガンモドキ目はスズメメ、オウムメ、 はやぶさめから構成されるアウストララビス類に属す可能性があることが示された。ありがとうございます。